はい、ありがとうございます。ラスカルでございます。本日の動画撮影はですね、カメラマンマイチンもいますので、久しぶりのロケ撮影をさせていただきたいと思います。今日もですね、もちろんロケ撮影ということで、デカ盛り等ではなく並盛りを提供しているラーメン屋さんに訪れております。本日訪れておりますのが、埼玉県でも超人気なラーメン店でして、本日14時半来店ですね。なのにもかかわらず駐車場ほぼ満車状態でございます。本日のお店さんはですね、濃厚な豚骨魚介のつけ麺を販売しておりまして、考えただけでねお腹空いてきたんですけど、今日来てるお店こちらですね。本日訪れているお店がこちらですね、麺屋三つ葉さんということで、僕の動画見てる方だったらねほぼおなじみな、そんなねお店なんじゃないでしょうか。こちらのお店さんはですね、本当に人気店でして、どのメニューにも常連のお客さんがついてるぐらいなんですけれども、ただやっぱりね、店主さんがこだわりがすごくて、本当に美味しいものを出したい、これを探求している方なので、随時ね限定メニューだったりとか美味しいメニューを販売しておりますので、今日もまたいつもと違ったメニューがいただけるそうです。いやちょっとね混んでいるので、これから少し待つかとは思いますけれども、早速店内に入りましょう。ということでですね、ただいまこちら麺屋三つ葉さんの店内に入っていきました。今回ですね、いただきますのが、通常販売しているつけ麺、それにですねラーメンで、プラスなんですけれども、今撮影現在ではまだ試作中、販売が始まっていないつけそば、こちら3種類をねいただいていこうと思っております。でもちろん、今回いただくに際してですね、大盛りで注文してありますので、がっつりとねこの三つ葉さんの美味しい麺、そしてスープと楽しんでいこうと思います。でカウンターテーブルともにですね、各卓上の横にこの三つ葉さんのラーメンつけ麺の作り方のこだわりが貼ってありまして、こんな感じなんですけれども、スープを作るだけでも材料140キロで3日間かかって作ると。それ以外にもですね、自家製麺に使っている小麦も数種類配合しておりまして、いっぱいいっぱいこだわりが見られるラーメンです。僕もですねこの三つ葉さんのつけ麺は大好きですので、本日ね注文してあるメニューが到着するまでもう少々お待ちしたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回ちょっと特製で注文してますけど、先にトッピング来ましたね。すげえうまそう。ありがとうございます。すごいとんでもない、この綺麗な麺線の麺到着しました。これ見てください。今回ね大サイズ 550g かな注文してありますが、すごいよこれということでですね、本日いただきます1杯目つけ麺が到着しました。ということで改めてですね、こんな感じのセットです。特製のトッピングも注文させていただきましたし、それ以外にもねこちら温玉のチャーシュー丼も注文してありますので、早速いただきたいと思います。でこのつけ麺に関しましてはですね、この三つ葉さんおすすめの食べ方がありますので、ちょっとそれに沿って食べていこうかなと思います。まず一発目、この麺の小麦の香りを味わってくださいということなんで、うまい匂いしてる。もうすごいわこれね。本当僕も何回も食べてるんですけど、ちょっといい香り、かつ来店するたびに小麦の種類も季節ごとにね変えたりしているので、同じメニューでも味わいがね同じじゃないんですよ。これも一つの楽しみなんだよね。まずは麺のみで小麦の味、食感、香りをということなんで、ひとまずこのたまらない麺のみでいただきましょう。うわうまいな。食感はもちもちで、それもさることながら小麦の甘み、香り、それがね強いんですよ。見てわかる通り、この麺には全粒粉も入っているので、その全粒粉の香ばしさあるんですけれども、それに負けないこの小麦の甘みをうん。で続いてはすだちと塩、レモンと塩、このセットでねいただくということなんですけど、今回こちらにすだちと塩いただいてますので、すだちをいただいてるお皿に絞りつつ、ちょっとねこれ塩あえちゃいましょうか。うわちょっとこのすだちと塩のみでいただきます。うわたまらん、うわたまらん、すだちいいですね、うまい。
本当にね、ここのつけ麺をいただくときには僕も毎回ね、この食べ方をするんですけど、小麦が上品で美味しすぎて麺の刺身を食べているかのようなね、いやこんなね贅沢な食べ方はないよ。分かってはいるんですけどね、この食べ方が美味しすぎていつもつけ汁に行く前に麺食べ過ぎちゃうんですよ。さすがにね、そろそろこのつけ汁につけていただきましょうか。このね、つけ汁にも豪華にチャーシューが入っておりますよ。でかいでしょ。今回ね、ちょっと特製で、別にチャーシューも頼んでありますので、先にこのやわやわのチャーシューを少しいただいちゃいますか。うわぁ、うん、うまいな。入れた瞬間溶ける。またね、この豚魚のつけ汁のうまみっていうのはこのチャーシューにもねまとわりついてまして、お肉のうまみだけじゃなくてこのスープのうまみ、たまんないな。もうこの辛みやばいです。いただきますね。うまいよ。口に入れた瞬間、豚の甘み、うまみで、後味にこの魚介のね香ばしい香りですよ。で、甘みもしっかりあるんですけれども、この魚介のこのキリッとした後味でね、どんどん吸っちゃうのよね。で、こちらの三つ葉さんではもちろんこれつけ麺最後にスープ割りを提供してるんですけど、今回ね麺量一番多いもので注文させていただきました。スープもそれに伴って、スープ増しダブルですね、それで注文してあるんですけど、間違いなくこのつけ麺食べ終わる頃にはつけ汁がなくなるね。多分スープ割りできないかも。この絡み方よ。だってそれぐらい濃厚。ちょっとこの辺りでもったいぶらずにご飯物も一緒にいっちゃいましょう。今回注文してますのはこの温玉なので、半熟の温玉とチャーシューを絡めちゃいましょう。贅沢に全部具材絡めつつよ。うおうまいなぁ。うまい。普通の方だったらこの麺食べてご飯食べてこの量を食べるのって難しいと思うので、おすすめどれしたらいいか迷っちゃうんですけど、皆さん願わくばこのセットで食べてほしいね。最高にうまい。汁なくなっちゃうので、いただいてるこの刻み玉ねぎとメンマ、それにこのネギも入れちゃいましょう。贅沢だね。麺があんなにモリモリにあったのに残りあとわずかです。なくなっちゃうのが寂しいね。これみんなに食べてほしいわ。こんだけ特製で頼んでご飯物も頼んでますけど、この麺、つけ麺がうますぎてちょっとあまりにも夢中でちょっと残りのバランスが悪くなってしまいました。いつもならねこんなことなくバランスよく食べるんですけど、今日はちょっとね欲望が追いついてないわ。
ちょっとこの辺りで3種のいただいているチャーシューも紹介しながらいただきましょうか。こちらのね、特製トッピング3種類豚が入っておりまして、バラの焼き豚、そして肩ロースの低温焼き豚、それ以外にも吊るし焼きの焼き豚と、これ本来ならね、麺と一緒に味わうべきなのかもしれないけど、こんだけこだわった豚はそのままいただきたいので、いただきます。うまいな。あ、つるし柔らかいけど香ばしい。ちょっと低温も、うん、最後は海苔と包んでってことなんで、これちょっと贅沢に一口でいっちゃっていいですか。うん、たまらん。一種類一種類ね、全然違う良さがある豚なので、こんだけお肉あってももちろん飽きないですし、あとね3セット欲しいぐらい。もう一瞬ですよ。もうね、こだわりの感じ、ラーメン屋さんではあるんですけれども、割烹のような。やっぱりね、こちらのお店さんの店主さんはもう職人です。なくなっちゃった。ちょっと本日これラスト、全て具材を絡めつつ、うん、ということで、ただいま1セット目綺麗に完食させていただきました。ひとまずこちらごちそうさまでしたということで、この後はですね、つけ麺ではなく中華そば系をね、いただく予定となっております。今までも辛いものであったり、いくつかね、こちらの三つ葉さんではラーメンも食べてはいるんですけれども、またね、今までのメニューとは全く違った方向性の新たなレギュラーメニューということで、これね、完成待ちましょうということでですね、本日の2杯目到着しました。今回ね、新しくレギュラーメニューに入ったラーメンということなんですけれども、こんな感じ。今回ですね、チャーシュー麺で注文してるんですが、とんでもない量のチャーシューが入っております。しかも多分これ先ほどいただいてるつけ麺には入ってないようなバラチャーシューだな。またちょっと違いそう。これうまそうだ。いただきます。ひとまずスープからですよね。うわー、おお、何これ、何これ、知らない、うまっ。これスープね、ものすごく透明度が高いんですけど、うまみの濃縮度は半端じゃないです。これうまっ、ずっと飲んじゃうぞこれ。ちょっと待ってよ。動物系の旨味が強いタイプかなと予想して飲んでみたら、動物系だけではなくて、ちょっと魚介というか乾物の味もするぞ。これ早速麺吸っちゃいましょうか。太縮れ麺ですね。うん、あ、不思議だ。やっぱりこの麺、小麦の味っていう部分が強いので、スープすすった時は初対面だと思ったんですけれども、麺とするとね、やっぱ中華そばになるんですよね。じゃあちょっとこの辺りで贅沢にこのチャーシュー巻きつついっちゃいますか。うわ、うまいね。またこのチャーシューの油を一緒にすると全然味が変わりますわ。これね、甘みが足されるのよ、油の。おいしい。これはライスですね。三つ葉さんに来られたらもちろんつけ麺はおすすめしたいんですけれども、ラーメンもこれちょっと一回食べてほしいな。じゃあちょっとここでせっかくいただいたね、トッピングあえてみましょう。こちらのトッピングに関しましては、現在はまだ試作中だそうで、店員さんもね、今日初めてこれを食べたとお話ししておるんですけど、味噌をベースにした辛ネギですね。これを入れると一気に辛味噌ラーメンっぽくなるみたいなんで、いやこれはうまいだろう。
うまっ。やっぱり味噌と和えられてますんで、この味噌のコクっていう部分、深みは増すんですけど、香りはね、ちょっとザーサイのような酸味のある爽やかな香りも混じっているので、やっぱりね、この中華そばの部分はブレずに、濃さは出るんだけど、むしろさっぱり感が増すというか、またこのネギの辛みがいいな。このラーメンうまいな。ということでですね、本日の2杯目もしっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日次がラストです。本日最後のメニューはつけそばということで、撮影現在はまだ試作品段階で販売はしてないらしいんですが、ありがたいことにですね、ちょっと一足先に試作をいただけるということで、本日はこちらのつけそば最後にいただいていこうと思います。あ、すいません、ありがとうございます。うわ、ちょっとこのこだわりを、先ほどのつけ麺と麺が違いますよ。あー、こっち香りもまた全然違う。ということで、本日最後いただきます一品がこちら、つけそばでございます。もちろんこちらも大盛り申請しておりますので、すごい麺量ですけれども、早速出来たてこちらもいただきます。やっぱりせっかくなので、こちらも先ほど同様麺からいただこうかな。うわ、表面がすごい張りもあるんですけれども、滑らか感がね、先ほどの麺よりも強いです。シルクのようなツヤツヤ感このもちもち感たまんないな。ちょっと早速つけ汁つけちゃいましょうか。つけ麺とは違って、こちらはいわゆる濃厚系ではなくて、清湯スープですね。うまい。なんだこれ、めちゃくちゃうまい。つけ汁がうまいわ。やっぱり麺自体はつけ麺に比べると滑らかさは強けれど、小麦の濃厚な甘みの香りというよりかは、割と淡白かつこの喉越しをね、味わえるような麺になってるんですけど、これがね、しっかりとこのつけ汁の脂、そしてスープをまとうと一気に様変わりします。うん、うまいな。これちょっと後で絶対胡椒で味変しよう。間違いなく合うわ。で、今回注文したこのチャーシュー丼ですよ。なるほどね、とんでもなくうまい焼肉ですわ。醤油ベースのこの甘辛いタレにコチュジャンが乗ってまして、温玉丼とはまた違った美味しさだ。うわ、うまっ。ちなみに、まいちん、今日ももちろん喋らなくていいんだけど、前回もやった食べたいおは食べたくない、今までこの3杯見て今の気分はどっち？ごめんね、本当に今日はカメラマンで来てもらってるからね、食べるんだったらこの後になっちゃうけど、もう本当にね、1杯目、2杯目、3杯目全部食べてほしい。埼玉県にもいろいろと有名なラーメン屋さんありますけど、もう個人的な趣味だけでお話ししていいのであれば、僕は今まで食べた埼玉県のラーメン屋さんの中でも本当にトップクラスに好きです。うますぎる。
うん、スープに入ってるチャーシューも何種類も入ってんだ、うん、うまっ。そしたらせっかくなのでこの辺りですね、先ほどお話ししていたこの卓上の胡椒を使ってね、この漬け汁味変していこうと思います。こういったね、豚の脂の旨味が染み出た漬け汁には絶対に胡椒が合いますからね。いただきます。うまい、うまいわ。あ、やっぱり予想に狂いはなかったわ。こりゃ合うよ。でも不思議だな、うまみもすごいギュッと詰まってるし、チンタンラーメンの中では比較的脂も多い方なのにスルスルいっちゃった。あんだけ麺量あったんだよ、もうないです。こっち、そしたらこちらが本日最後の食材ですね。うん、あー、まかった。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちら麺屋みつばさんで美味しいつけ麺やつけそば、そしてラーメンをいただきました。僕自身もですね、このみつばさん何度も撮影で訪れておりまして、メインとなりますつけ麺、こちらに関しては何度もいただいてますが、何度いただいても都度進化してますね。やっぱりね、店員さんのこだわりがすごく強い方なので、美味しいものができて完成形だとなっても常に、ね、進化をねさせ続けている最高のお店さんでございます。もちろんこちらのつけ麺以外にも美味しいラーメンや他メニュー、限定メニューですね、そういったものも多数ございますので、気になる方はですね、ぜひこのみつばさんで食べていただきたいです。もちろん、今ねこの撮影の映像を見てると分かる通り、大きいねテーブル席もありまして、ファミリーの方でも食べやすいので、ラーメン屋さんにね慣れてないよって方でも、気兼ねなく、楽しんでいただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。